皆さんこんにちは、蝶の舞です。今日はお金に、ね、好かれる人、どんどんお金を引き寄せて超リッチになっちゃう、裕福になれる、お金持ちになれる、成功するという人の考え方なんですけれども、まあ、基本はね、お金を引き寄せない、お金に嫌われてしまう人と真逆をやればいいだけなんですね。真逆なんですよ。とにかく真逆なんです。でちょっと、まあ、補足していくんですけれども、お金持ちっていうのは怒らないです。もうとにかく何があっても怒らない。お金持ち喧嘩せずっていうことわざがあると思うんですけれども、お金を嫌われる人っていうのはプリ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 怒ってばっかり、文句ばっかり言ってるんですが、お金持ちは怒らないです。それはお金があって幸せだから怒らないんでしょっていうんじゃなくって、お金を引き寄せるの人は怒らないんですよ。怒らないからお金が引き寄せられるっていうことなんですね。でとにかくなんで怒らないかっていうと、前回お話しした自責と他責の自責だからなんです。何があっても自分の責任だから、誰かに対して怒っても仕方ないなということなんですよね。でそこがね、一番大きな違いだと思うんですけども、そのお金に好かれるか好かれないかのね、一番大きな違いだと思うんですけども、まあ、とにかく何かカッとした時、腹が立った時、私もね、よく全然怒らないよねって、怒ったの見たことないよって言われるんですが、昔ね、すごい子供の頃はね、怒っていたんですよ。で、こうでなければいけないみたいな自分の中の正義があってね、でこうした方がいいのに、どうしてみんな言うこと聞いてくんないのみたいなね、のあったんですけれども、結局なんで怒らなくなったかっていうと、変えられるのは自分だけなんですよ。他者は変えられないんです。他者はコントロールできないんです。どんなにこの人がこうしてくれないって言っても、その人はそうしてくれないんですね。だから自分を変えるしかないんですよ。自分の捉え方を変えるしかないんですよ。もし相手がこうしてくれない、だから不幸だ、だから怒ってる、もう気分が悪いと思うんであれば、そういうふうに捉えないように自分を変えるしかないんですね。相手のその行動っていうのは変わらないですから。他人はコントロールできない、他人は変えられない、このスタンス、このスタンスを徹底的に頭に叩き込んでください。ビジネスをやるときに、お客様がね、いると思うんですけど、お客様がどんなに理不尽なことを言ってきたとしても、その人を言いまかして理詰めで説得することはできないんですよ。その人は変わらないんです。変わらないから、自分をどう変えていこうかな、こういう発想です。すべていちいち怒ってたらキリがないので、怒らない、他人はコントロールできない、自分を変える、このスタンスでやっていきましょう。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。